ちょっと2個の違いはここで、ここだったら
線は通過ってならない。線が外れちゃってるから。あ、僕と間違いないから。ここで取りに行ったら全然ダメ。で、こうやって。あ、どうかちょっと。ちょっとダメ。いっそ。いっそ、こう。ここだったら必ずこうなるから。いっそね。相手から間にないと。やるとなんかやるとなんかやるとだから、こういったら。この間、彼と僕の間にあれば、これないと、これ取れないと、これ逃げて入っちゃう。だから、通過点、あくまでもこうやって入ってきて、裏に入ってきて、こう、これ通過点だから。やるときは、こう戻ってきて、ここでほら、これで作業します、ね。作業させるときは、僕と彼の間に、ここがある。作業させる、作業点がない。こういう状態で、なんか、取りに行っちゃったら全然ダメ。こうなって、だからこう回って、ちょうど中間、この間に来た。ここで、始める。いいよ、なんて。環境がない。こう来て、環境はこう来て。で、2機をこういうふうに、このままこう入ってくの。ちょっと、こういう手が、こうやってもうちょっとこうなってきてここでこう持ち帰っていくから。こうきてこう入りますよね。さっきこっからこう入ってきたんだけど。こう入ってきたんだけど。こうなってたんだけど。ここでこう持ち帰ってきて。こうなってたのが。で、向こう行きます。2機はこの線に対して、こちら。3機は向こうからこっち。ってことは、自分が、こうね。違いは、2機はこっちから、この線に対してこっちから行くんだ。3機は、今日こうやってこういう癖があって、彼がこっち来て手がここにあると、じゃなくて2行の時も常にこの彼とこの間で2行やってるという状態で使ったわけで、こっちから来たら2行だけど、2行こっちから来たら3行だけど、これ中間なんだ。いつでもこう置くのかな、このこういうこのここにあって、2つから2つ、2つから3つ、4つから3つの名前だから、ここ3つと言ったのが、ここに、こう出てきたら、出てきたら首の線、ね、この辺、首の線、ここがすぐ、それがここに。
こうとこっちじゃなくて、こういうふうに考えたら、真下にこういうふうに。ギュッてやると出来上がっちゃう。これギュッてやると出来上がっちゃう。痛いから。ギュッてこう。そうだね。そしてもしくはギュッてこのままこうやってやりながらこう出していく。
上げるときはまっすぐ変わらない、こういうふうに川本日は江戸川橋大工からご利用いただきましてありがとうございます。ただいま終了20分前となりましたので、会場のご用意をお願いします。繰り返し申し上げます。終了20分前になりましたので、会場のご用意をお願いいたします。あげるんだったらこうね、こうなってきたらこうなってきたらなるべくこの手はこう上向いてこういうふうにこう控えます。